はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。今日はちょっと頭が変で、はありますが、寝て起きて何にもしないとこんな感じになっております。全国各地の急行が止まるような駅、まあ、ちょっと大きめの駅ですね、や商店街、まあ要するに人が多いところですか、に出没するですね、多分無許可の外国人による違法お菓子売り情報、留学生です、お金がないので買ってください、なんていうのは、喋れないのか、紙に書いてこんなやってですね、手作りっぽいお菓子を売りつけようとするやつなんですけれども、まあ全国に出没しているのは皆さんご存知の通りであります。ネットの反応なんですけども、まあどっかでですね、また目撃されたらしく、ネットで再炎上しておりました。これ東京五輪の時の募金詐欺みたいなやつじゃね、無理やり押し付けて500円巻き上げるやつ。東京五輪の時は国旗、日の丸、紙で作ったペラペラの小旗を押し付けて500円よこせっていうのが流行ったみたいであります。おやつって薬物、宗教臭くて暗いから怖くて買えない、日本人に声かけられても警戒するのに外人なんてタダでもいらんわ、少し前に日の丸500円で買ってくださいって言ってた連中と同じじゃないのか。今考えると農産物盗難品もあったんだろうな。知らん人間が作った食い物とか食えるわけねえだろ。顔つきが変なんだよ、あの手は。スーツケースにマスク詰めて売ってたやつらと同じか。これ、立ちんぼあるいはドラッグの隠れ蓑だと思うわ。コンビニでバイトした方が早いのにできない。なぜなら不法滞在だからと。そういう意見ありました。新情報なんですけど、こいつらにですね、学生証かワーキングビザ見せろって言うと、すっ飛んで逃げ出すそうであります。これで不法滞在の疑惑は深まりましたね。普通に働けない連中がこういうことをやってる。日々の小銭稼ぎのために。実習制度でですね、年間数千人単位で失踪者出してし、累計で何万人になるんだか想像もできないですね。普通に怖いですわ。不法滞在以外でもですね、無許可で食品を路上販売している時点でですね、道交法違反やら食品衛生法違反やらその他もろもろ違法行為ですしね。あとは付きまとい行為っていうのは迷惑防止条例でもダメですよね。皆さんもですね、一文覚えてやってみてください。お菓子売りつけられそうだったらね。Show me student card or working visa。まあ、これは正式なあれですけど、ワーキングビザプリーズだけでも、すっ飛んで人気かもしれないです。ビザ、student card だけでも、すっ飛んで人気かもしれないですね。見かけたら即110番でもいいです。不法滞在の疑いが強いので。よく共産党議員やですね、バカテレビのコメンテーターが、こうした連中ですね、何も悪いことしてないにとか、擁護してっけど、不法滞在してる時点で犯罪者ですからね。ですんで、情け容赦は不要であります。しかし実際に不法滞在者だとしたら連中が、あいつら被害届出せないから、警察に行けないから、どこそこに住んでる何々ですって、警察に名乗れないんで、殴られてもあれですね、殴られっぱなしになりますね、あいつら。まあ総括して殴る人もいないとは思いますけれども、例えばですけどヤクザ屋さん、あとは反社の人ら、悪い人らがそういうのに出くわして、まあ若い女性だったらね、とっ捕まえて誘拐して、なんかいけない仕事をさせるであるとか、そんなことしても、被害届出せないから、やられたい放題になってしまうんではないか。あの人ら自身の身も危険ではないか。なんて思うわけなんですけど、まあ、自業自得。情け容赦はいらないって言ったばっかですね。
朝日新聞が創業以来最大の458億8700万円の赤字を計上。社内報では早期退職者79名のお別れ挨拶文が載ったと。これ挨拶文を載せない人もいるから、もっと多いはず。早期退職者79人どころじゃないはず。記事ではですね、まあ、ネット事業で出遅れたなんて言い訳してますが、一般の反応はですね、嘘ばっかついてくからだろ、日本と国民を敵に回したから、当然毎年最大赤字を更新してるんちゃうけ、もっと盛りかけやらなきゃ、押し紙増やせば無問題、総括が必要だな、嫌なら読むな、やりたい放題やって読者に見捨てられただけだろ、これから絶対に良くなることがない社用産業、中国に助けてもらえばというような意見多かったです。まあ同情する意見ないですね。日本と国民を敵に回しっていうのがありましたけど、あいつらがまず日本と日本人を敵視してるからね、朝日新聞社員が。記事の内容なんですけど、ピーク時800万部が400万部台に減少。まあ押し紙込みでこれですから、本当は300万ぐらいなんじゃないの言われてます。県に一つあった支局を18に統合、そんでも足んなくて給料 10% カット、ボーナス 40% カットを断行したが、そんでも足んなくなって早期退職者募集開始。ところがですね、募集開始したところ希望者殺到で、予定では100人ぐらい変わって表だらしいんです。朝日新聞の方では4000人の社員のうち100人ぐらいが早期退職者、それ以上に集まったんで抽選にしようとしたが、そんなの平等じゃないって批判が出てですね、結局全員退職させることになりました。再来年までにさらに300人減らすそうであります。まあネット事業に出遅れたせいであるとか、ネット記事は無料が常識になってるせいであるとか、記事ではいろいろ言い訳してますけれども、違うよね。日本と日本人敵視してんのもそうだけど、まあ新聞テレビ業界はですね、報道すべきを報道せず、報道すべきでないものをねじ曲げて報道、イコールですね、自分の売り物、自社商品を自分で価値を損なう唯一の業界だと私は思っております。だからね、呆れられて見放されるんですよ。どこの業界でもそんなのしねえから。例えば自動車メーカーだったら、なんで自分からそのせっかく作った自動車の価値を低めるようなことすんのか、しませんよ。インスタントラーメンの会社だってわざとまずくしてやろうとか思いませんよ。ところがテレビ新聞は違うんだな。NHK 池袋デモなんか新聞テレビが報道したことないですよ。300人以上ね参加したですね、最近では結構大規模なデモだったのに、救助を守れなんて集会は5人たった5人でも全国報道、テレビ報道するのにね。次回の NHK スクランブルデモは3月27日午後、東池袋中央公園、サンシャイン60隣接旧巣鴨プリズン集合の予定です。次も新聞テレビは一切取材もしないし報道もしないと確信しております。よかったらデモに参加して歴史の証人になってください。このデモ俺も出たのにどこも報道しなかった。証人になってください。よろしくお願いいたします。仏露首脳会談後のマクロン、プーチンがベラルーシでの訓練が終了したら軍は帰ると言った。2月20日訓練終了、昨日ですね、ロシア軍撤退せずと、あれは嘘でした。東部でウクライナ軍と親ロ武装勢力
括弧ロシア軍先兵ですねが交戦中、デニス・モナスティルスキー内務大臣が CNN の取材陣と戦闘地域を視察中にですね戦闘に巻き込まれ避難したそうであります。この真ん中の人が内務大臣、数百メートル先に迫撃砲が着弾した模様とネットの話です。終わりの始まり、今は内乱扱いか、五輪が終われば戦争か、核放棄するとどうなるかって話。パヨはお酒持って銃弾の方に歩いていけ、あの CNN ですら最前線に記者を送りリアルな現実を報道している。日本ゴミメディアは所詮正義マンごっこの正義マンごっこかぶれの幼稚な勘違い集団と、そういえばあの現地に特派員派遣したなんて話は全然聞かないですね、日本のメディアはね。ウクライナから学べることはですね、敵国のスリーパーが、まあ潜入工作隊がテロを起こす前に鎮圧して侵攻の口実を作らせない、いうことですね。ボリス・ジョンソンイギリス首相19日西側諸国がウクライナの独立を支持するという公約を果たさなければ、つまりあのロシアの侵攻を見るだけで放置してたら台湾など世界中に影響が及ぶ、侵攻は割に合う、力は正しいとの結論につながってしまうと喋りました。ネットの話です。まあそうだよね、ウクライナが守れないなら台湾も守れるわけがない。領土侵攻してしょぼい経済政策だ制裁だけなら中国もがぜんやる気が湧くだろう。一方日本の外相はロシアと経済協力で会談、岸田は何してんだ、早く憲法改正しろってこと。お前らが日本国内にばらまいた共産主義者を何とかしてくれ。これね、あの欧米の多くの国で共産主義者法律で禁止になってるのに、GHQ と来たらなんかあの党の日本共産党の財務会計者をリンチで殺して刑務所に入ってた宮本賢治、後にあの共産党の委員長になった宮本賢治をわざわざ刑務所から出して恩赦与えて、終戦の時にね、GHQ がんであの合法にしちゃったんですね。つまりあの日本の弱体化のために共産主義者を GHQ がばらまいた、世に放ったということなんですけどね。台湾の次は沖縄だしな。沖縄もウクライナと同じく親中派が独立を叫んでいるし、引き合いに出された中国とばっちりですけど、まあ自業自得ですわね。実際工作員にですね沖縄独立運動とか基地反対運動やらせてるし、まあ帝国も気をつけないと。2月4日にですねプーチンと習近平が会談してます。ウクライナと台湾で相互支援することを合意してます。ウクライナ侵攻ですね、中国が手伝ってる気配ないんですけど、目に見えては裏では資金援助ぐらいしてそうですね。国連常任理事国のアメリカ、イギリス、フランス VS ロシア、中国ってことで、あれ国連の意味なくね、こんなあの真っ二つに割れて争ってんでは連合してなくねって思うんですけどね。存在自体が茶番じゃないですか。国連の今のウクライナの状況はですね、国家は弱さを許さないそのものですね。ちょびひげっていうのは昔あのドイツにいた政治家さんのことであります。国家は弱さを許さない、国家が弱ければたちまち国家でなくなるっていう意味なんですけどね。これ帝国も気をつけないとね、沖縄の連中とか北海道の連中とか気をつけないといけないな、思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。